エースカード&コレクタム。ここはね、一番口とかがたくさんあるお店で、ナルトとかもあったんだよ、ほら。私、ゲットできなかったやつだ ね。これ1回700円って書いてありますけど、700円じゃできませんの。そうです、違うからね。これ信用しちゃいけないから。信用しちゃダメだよ。あ、それとかもすごい人気あったやつだね。ラーとオシリスとすごい、ね、でっけー。お、POP があんじゃん。ん、うん、ショップ、ショップネーム、エースカード&コレクタブル POP。 これは私がちょっと事件が、事件を起こしてですね、なんとか解決をしあ、どうしようもないし、さあ、バウンドのルキーがまだゲットできてないんだよ。そうだよね、こっちのカイドウはね、安いカイドウ、POP のカイドウが10万ぐらい、高いよね。めっちゃ高いです。かっこいいまであるね。かっこいい。ソービック、ソービック、ソービック、シロンのパリみたいな。カネージ、トブキヤさんも、ほら、すごい、すっげえ。これはさ、これちゃんと切れるの、一番くじ。あ、終わってるやつも買ってるってこと。あ、ほんと？でも2倍はすごい。うん、あっちが多分なんか、見てみよう、何があるの。こんな感じで。目が悪くて見えない。でもね、ちょっと私もそうなんだけど。あ、ナルトのやつ。ナルトのやつ。あ、でもさっき、ドラゴンボールもあるし。今回は、今回は、2回だ。なんかリゼロ結構残ってる。ラスユーリゼロ。リゼロの最近、一番上の総称をしてるから。Yeah, the prototypes. Oh, yeah, because they are like quite a large volume. Oh, yeah. So distributor will give them prototype to display. 並んでますね。これ人気だったよね。I collect this also. I collect this one. あ、仮面ライダーシリーズもこれ。SKC、SKC。そうなんですよ。仮面ライダーは全然知らない。そうなんですよ。ライダー並べたらすごそうだけど。ああ、そう。これはライフドロー。ライフストリームドローイング。9時。9時。ライフ。ああ、そう。だから、インスタグラムショッピングで、今の話だから、そう。ええ。ああ、そう。日本でライフストリーム。もともとは中国でやってたけど、今はマレーシアとそういうやり方もしてると。日本だとない。ないない。全然、だからあるのかな？一個もないじゃん。日本は1時間で終わっちゃうからね。1時間で全部で。1時間で終わっちゃうから。コンビニで。確かに。有名なインスタグラマーがビデオをこう上げて、そこにこうお客さんたちが来て、これいくらで買いますか？めっちゃいいんですよねみたいな。実演販売みたいなのをしてる。その有名なインスタグラマーさんたちはあれか、もうアニメ好きのインスタグラマーさんとか、まああと普通にここのお店が、はいはいはい、なるほど、やっぱ違うね。国が変わるだけでさ、全然なんかやり方とか流行りとかも変わるの。お、またあった、マガディベンション。ここら辺もね、人気なね。Last time was the master star piece, then they could not come out with it, then now being bigger than it.めちゃくちゃ少しその他の持参的なのは一つのパーナーショップ少しショップパーナーショップだけどハンドランカーの方がすごい。To be a partner shop, then you need to have a lot of MOQ. You have to buy a lot. いっぱいあのストックコンティティがあるお店にはブロッカーが加えてます。これ日本にない。これかっこいいめっちゃかっこいい。これめちゃくちゃかっこいいんだけど、こっちとこっちが日本になって、うん、こっちは日本になる。そうだね、これいいな。これかっこいい。7000円ぐらいでしょ。全然しかくない。やっぱ私好きだな、白黒系ね。これいい。ここに色がついてるんだよね。だから、はい、このマリーゴールドうん、うん、これはだからBWFC
SMS ピースね、日本でも大人気。そうだね。のそう、SMSP の塗ったやつやね、一回ね。塗った塗った塗った。あー、はい、パイセン、かわいい、パイセン。あー、ポッパレの藤原さんめっちゃかわいい、めっちゃかわいい。買ってもいいの？あの PWP シューで、はい、GFH モードは何目だったの？ちょっと反射しててね、商品は見にくいと思うんだけど、大体どういうのがあるよっていう、いう感じだけでも伝わればなっていう感じで、ちょっとごめんなさい。鬼滅がいっぱい、うん、あ、ゾロも入ってきてる。鬼滅がいっぱいで、ゾロも入ってきてますね。格型ね、これはね。僕いっぱいありますね。ね。この造形仕掛ける写真家シリーズのルフィ、こんなのも出てたんだ。かっこいい、かっこいいな。あ、もしかしたら。それかっこいいわ。やっぱ山下さんの造形、やっぱ手が特徴的だよね。分かりやすく山下さんだなって感じ。やっぱ手って顔の次に表情見えるよね。私の見解。これやっぱいいな。いいね。それいいね。これも可愛いね。それも可愛いね。セクシー。セクシー。これも山下さんか。ね。素晴らしい造形だ。やっぱり。素晴らしい。やっぱフィギュア買ったら写真が撮りたいっていう人は結構いっぱいいるから、売るときにそういう見せ方をしてる、まあ、意識して作るっていうのはすごく面白い。公式がそうやってやるのは、これなんかいいね。ありそうでない。まあ、カラーライビーアップ。いや、もう日に焼けてしまって、うん、色が落ちてる。色落ちしてる。マレーシア日焼けするんですよ。あー、そっか、そういう話いっぱいあるわ。みんな楽しそうに見てます。すごい変わんないね、やっぱね。やっぱりこうホビーショップはワクワクするところやから。大体見ましたか。そう、新しい子たちの出会いと金との別れ、出会いと別れ。ホビーショップはそういうところ結構見ましたね。そうだね。いやでもめっちゃ雰囲気が分かったから。そうだね。じゃあまた次行きますか。はい、じゃあ次行きたいと思います。あ、行きたい。楽しかった。